どうも、ワニです。今回は今話題になっているアミメニシキヘビの脱走の件についてお話ししたいと思います。まず、5月7日の朝に発表されたニュースで、横浜市戸塚区の20代男性から6日午後9時25分頃、家に帰ってきたら飼っていたヘビがいなくなっていたと、神奈川県警に通報があったということで、体長は約 3.5 メートル、体重約13キロのアミメニシキヘビが行方不明になっており、7日朝から署員ら14人が付近の山などを捜索しているというふうなニュースになってるんですけども、このアミメニシキヘビというヘビは、最大全長10メートル近くにまで成長すると言われている世界最大のヘビです。現地では大型の哺乳類や人も捕食したという例があります。日本では人の生命、身体または財産に害を加える恐れがある動物ということで、特定動物というものに指定されています。で、まず皆さんにお伝えしたいのは、このヘビを見つけても絶対に手を出さないでくださいということです。周りの特にお子さんに周知させてほしいんですけども、もう子供を一人で外で遊ばせないようにしてください。で、外で飼って犬とか動物も家の中で飼育するようにした方がいいです。3.5 メートルなら、アミメニシキヘビの中ではまだそんなに大きくないんですけど、それでも十分、ちっちゃい猫とか、チワワぐらいの小型犬だったら食べることができると思いますし、ニシキヘビは毒がない代わりに、その筋力で獲物に巻きついて圧迫させて殺してから飲み込むっていうスタイルなんで、食べられはしなくても巻きつかれるだけで危険です。日本でももっと大きな個体ですけど、飼育していたアミメニシキヘビに殺されてしまったという事件もありました。この写真は以前撮影したもう全然関係ないヘビなんですけど、これで3メートル程度です。今回逃げ出したヘビはこれよりももうちょっと大きいヘビということですね。これだけ大きなヘビということは、それだけ牙も大きいので、噛まれるだけでも出血して縫うぐらい大怪我になりますね。見つけても決して近づこうとせず、警察に通報してください。とはいえ、爬虫類愛好家としては必要以上に怖がりもしないでほしいですね。基本的に今、待ち伏せするタイプのヘビなんで、映画のアナコンダみたいに積極的に生き物を追いかけて捕食するっていうことはないですし、性格が凶暴というわけでもないので、基本的には餌を取るときか、外敵から身を守るときにしか攻撃は行わないです。そして何より、逃がしてしまった飼育者は悪いんですけど、動物には何の罪もないんで、見つけても駆除だって言って殺してやろうとか攻撃してやろうなんてことは思わないでほしいですね。法律的にもペットは飼育者の所有物になるんで、傷つけた場合は器物損壊になると思いますし、爬虫類も愛護動物に入っているので、動物愛護法違反、虐待になります。爬虫類を飼ってない人からしたら、そんな危険な生き物を個人が飼育できるのかとか、これからも同じような事件が起こるんじゃないかとか不安に思う人もいるかもしれないんですけど、こういったことはまず起こらないです。俺もワニやワニガメといった特定動物を飼育していますけど、特定動物を飼育するためには、絶対に脱走されないよう頑丈な袖でできたケージで、鍵をかけて管理して、そのケージを置く部屋も鍵をかけて管理して、で、都道府県知事の許可を得て飼育するって法律で決まってるんですよね。なんで、万が一、何らかの理由で飼育ケースから脱走してしまったとしても、普通はもうその部屋から脱走することはできないはずなんですよね。だからもう基本的にその法律をちゃんと守ってれば脱走されるってことはありえないはずなんですよ。今回起こってしまった事件は相当ずさんな管理がされてしまっていたっていう稀有なケースだと思います。そしてね、2020年の6月から動物愛護法が改正されて、個人の愛顔目的、ペットでの飼育は特定動物は新しく飼うことができなくなってます。今後こういった動物を個人で新しく飼う人は出てきません。で、こういった生き物が脱走すると野生化してしまうんじゃないかって思う人もいるかもしれませんけど、これからね、あったかい時期はしばらく生きれると思います。ただアミメニシキヘビは東南アジア原産のあったかい環境にしか生息していないヘビなので、日本の冬になると死んでしまうと思います。だからもう人間のためにもヘビのためにも早くヘビが保護されることを祈ってます。で、こういった事件があるとね、より爬虫類への風当たりが強くなってしまいますし、今回はすでに新規の飼育ができない生き物でしたけど、今は特定動物に指定されておらず飼育できる種類でも逃がしてしまってね、何かあったら飼育できなくなってしまうケースもありますし、何か起これば現在飼育している特定動物ですら飼育できなくなってしまうという可能性もなくはないと思うんですよね。俺もね、飼ってる爬虫類は絶対脱走させないように気をつけますし、皆さんも気をつけましょうね。